オセロとデズデモーナ、オセロは、ウィリアム・シェイクスピア作の悲劇で五幕の作品。シェイクスピアの四大悲劇の一つ。副題は、ベニスのムーア人。ベニスの軍人であるオセロが、キシュヤーの関係にかかり、妻、デズデモーナの貞操を疑い殺すが、後真実を知ったオセロは自殺する、という話。最も古い上演の記録は1604年11月1日に、 ロンドンのホワイトホール宮殿で行われたものである。登場人物の心理が非常に明快であり、シェイクスピアの4大悲劇中、最も平面な構造を持つ、ボードゲームのオセロの名前の由来である。ベニスの軍人でムーア人であるオセロは、デズデモーナと愛し合い、デズデモーナの父ブラバン賞の反対を押し切って、駆け落ちする。オセロを嫌っている騎手、ヤゴーは、 自分を差し置いて昇進した同輩、キャシオがデズデモーナと密通していると、オセロに残言する。嘘の真実味を増すために、イアーゴーは、オセロがデズデモーナに送ったハンカチを盗み、キャシオの部屋に置く。イアーゴーの作り話を信じてしまったオセロは、嫉妬に苦しみ怒り、イアーゴーに、キャシオを殺すように命じ、自らはデズデモーナを殺してしまう。だが、イアー号の妻のエミリアは、 ハンカチを盗んだのは夫であることを告白し、イアーゴーはエミリアを刺し殺して逃げる。イアーゴーは捕らえられるが、オセロはデズデモーナに口づけをしながら自殺をする。オセロの元は、ツインツヨの百物語第3編第7話にある。デズデモーナはギリシャ語で、不運なという意味で、この話の中では、デズデモーナは事故死に見せかけて、オセロが殺す。後に錯乱し、 イアー号を解釈したが、オセロはこの罪を問われ追放され、デズデモーナの親戚に殺される。イアー号はこのことが知られ、拷問の末に死亡するという筋で、この他は非常によく似ている。この話の中で名前で呼ばれているのはデズデモーナのみで、他はムーア人、騎手などと呼ばれている。表題の人物であるオセロは、気高いムーア人であり、 キプロスの軍隊の指揮官である。オセロはムーア人であるにもかかわらず、同情的に描かれている。これは、ムーア人のような肌の黒い人々が悪役として描かれることが多かった、シェイクスピアの時代のイギリス文学においては珍しい、ことである。ただしこれは、個人的、道徳的に捉えた場合で、オセロに対するイアー号の同性愛、あるいは女性否定のホモソーシャリティ、 を認識するなら、純粋な配り者、欲望の実行者はオセロのみとなり、その当時のムーア人社会が男色者たちの集団、男色社会として扱われていたことを踏まえると、イングランドはそれを許容しないというテーマ、すなわち役は、オセロイコールムーア人社会だけになる。オセロが黒人であるか、アラブ人であるかについては研究者の間でも議論があるが、一般には、前者と、 解釈されている。シェイクスピアは劇中でイスラム教についてほとんど触れていない。他に、坪内昭洋、木下淳二、平井正穂、三上勲らの訳がある。ありがとうございます。